はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。タイクーンのコア ID、 ついに購入キャンペーンで配布始まりましたね。デザイアドライバーから今日発売のレイジングソードを買うともらえる特別なキャンペーンアイテムですが、ただレジにもう山盛りてんこ盛りあった。なのでよっぽどタイクーンのコア ID 品切れしなさそうな感じでしたね。もう年内はあるんじゃないかみたいな。ってことで12月の初期パワーアップアイテムのコマンドツインバクル&レイジングソード発売されました。6490円が4650円で、同時にコマンドフォームはタイクーンとギーツの2人が使うようで、各モードのソフビも発売されました。イラスト込みでめっちゃかっこいいっすよね。あとはグエルのダリルバルでも発売になりましたし、今週月曜日に発売したソードギーツ ID3 もボックスで買っておりました。ってことでまずもう明日コマンドフォーム登場するんだけど、どんな感じか遊んでいい。ちなみにバックルが同梱されてるってことで2つ買いましたので、タイクーンのコア ID は2個ゲットしました。結構ブレードが、あーでもそんなに、もうちょっと長いかと思ったら刀身の長さはそこそこなんだ。あーやっぱここ認識ピンはないか。あとはどういう風にブレード部分にひっつくのがいまいち分かんなかったんで、これさどういうこと？ここがさレバーになってんだよね。あやっぱそうだ。あバネで、で単品で音鳴るんだ。フルチャージで、あここボタンだ。あなるほどね。これ横から押し込む風になってるかと思ったら、ここがボタンなんだ。あこっちはあれだ、電池何もない。ここの2箇所、え？あ、差し込むんじゃなくて押し込むの？ん？あ、押し込むんだ。反対側は、あ、なんかこうやって合体するかと思ったけど、2つのバックルが入るみたいな。違うのかい？違うのかい？あ、バックルは片方だけなんだ。お、電池最初から入ってる。うん。操作が分かんないやつ。やっぱマイティブラザーズ感あるカラーリングになってて。へえ、こんな感じなんだ。ここに要は他のバックルがはまるかどうかが気になったんだけど、この向きのはずなんだけど、あ、はまるはまる、はまる。お、あ、いけるじゃん。押せるのはここだけか。あ、ちゃんと小型バックルとかはまるね。大型バックルはゾンビみたいな特殊なやつでもはまるんでしょうか。あ、はまる。あ、いいね。ほら、デカバックル問題なくいけるんだ。ちゃんと干渉しない作りになってる。おー、いい。これは理想の形だ。で、このバックルがオレンジの方がはまることでエントリー的な。はぁ。で、押すのはここだけなんだ。あ、へえ、ここの面がちょうどなんか、いつもより高さが合う感じ。ほら、これまでって結構ここが1センチぐらいバックル側が高かったんだけど、それが、よりフラットになるんだ。おぉ。おぉ、全然別の変身ベルトになった。すげえ、デザイアドライバー感全然ない。あ、仮面ライダーレオンがパワーアップしてしまう。うわー、うわー、こりゃすごい。まあ、本来はギーツが使うやつなんで、これ逆にしてもいいわけだよね。あ、バックルの高さを抑えることで、完全別の仮面ライダーのベルトっぽくなるんだ。新しいベルトっぽくなるんだ。すげー、これは、これまでの、なんか、異物感のある、
こう全然違う見た目になるみたいな、そういうものとは違って、変身ベルト自体のビジュアルが変更されるみたいな。はぁ、かっこいいね。オッケー、じゃあ明日コマンドフォーム登場しますから、それを見てまた詳しくレビューしたいと思います。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。変身。さあ、レビュータイムだ。